はい、今日はですねキャンプに来ました。で、ご覧の通りですね、誰もいません。このテーブルはですね、以前作ったロールテーブルになってます。こんな感じなんですが、ソロで使う分には十分ですね。今ですね、ここにボルトが貫通してます。 M8 のオニメナットが貫通してるんですけども、これもね、近々改造しようかなと思ってます。っていうのも、ここに M8 の棒が立つんで、ここの穴をうまく使って、こんな感じで、橋ができれば、そうですね、ちょっとした食器とか、あと、ちっちゃいラックをかけたりとか、あとはこういう感じでライトをかけたりもできるので、だいぶね、実はこれが貫通してたことによって、幅が広がるのかなと思ってます。でこれがですね、第4弾のプレゼント企画でやったステッカーですね。はい、じゃあですね、いい時間になってきたんで料理をしていきましょうかね。今日の料理なんですけども、もうだいぶシンプルに鍋にしようと思ってます。こういう暑い時に鍋って思うんですけど、まあまあ暑い時だから鍋もありじゃないかなと。結構ですね、これがアルミの鍋なんで、火の通りはだいぶ早いんじゃないかなと思います。ちょっと蓋をしておいておきましょうか。もう、ね、今汗だくなんですけど、汗だくでも鍋っていうのは美味しいはずです。で、あと今回鍋にしたのも理由があってですね、結構アンケートの中でなるべくですね、激安キャンプをしてほしいっていうのがあったんですよね。今日のこのキャンプ場が、料金が500円、1泊500円になってます。で1泊500円で、食材が、900何円1000円いかなかったです。結構ね、安く済んだかなと思ってます。まあ、どうしてもですね、お酒を入れちゃうとちょっと1600円ぐらいになっちゃうんですけども、今日はね、安く済みましたよ。で鍋の材料なんですけども、これにしてます。1個で1人分で、6個入りなので、使い切りタイプよりかはこっち側の方が後々ね、また使えるんで安いだろうということでこれにしてます。2人分で水 300ml って書いてあるんで、これぐらい入れたんで 300ml は絶対入ってます。なので、このポーションを2個入れてみますか。2人分だと2個入れるようになってますね。さあ、ちょっと入れてみましょう。パワーの恋のマジックポーション、ミラクルパワーの恋のマジックポーション。スカンチの曲と一緒にですね、とりあえず入れてみました。とりあえずポーションが入ったので、まずですね、白菜はこれで50円です。まあ、全部は使えないと思うんですけども、まあ、食べれるだけ使おうかなと思います。それだけっていうか、もうこんぐらいあったらいいような気もするんですけどね。もうちょっと入れようか。ただ50円なんですけど、残りこれですね。これはちょっと厳しいだろう。食べるところがちょっとあんまないんですけども、まあまあ50円だからしょうがないか。次が、豚肉ですね。246円、細切れです。まあ、この辺はね、もう適当に入れちゃうだけでいいんで。鍋はね、やっぱ楽でいいですよね。で、これが豆腐ですね。豆腐が結構高くて、これで100円ぐらいしたんですよね。なんて読むんだろう、なんとか豆腐。これはこのまま入れちゃいましょうか。ドボンと。で、この中で切っちゃいましょう。よいしょ。豆腐もね、2個あるんで、これも持って帰れないから、まあ、食べきれないとしても使っちゃいましょうね。
入りすぎなぐらい入ってますけどね。どうでしょうね、スープを足した方がいいような気もするんですけども、まあまあとりあえずこれでいってみましょうか。じゃあ白菜に火が通るまで蓋をしてしばらく待とうと思います。はい、じゃあですね、できたので早速食べていきましょうかね。肉がめっちゃ固まってますね。広げとけばよかった。そうそう、何かしらね忘れ物するんですが、今日はねスプーン忘れてますね。ね、こうやってスプーンを忘れた日に限って汁物っていう。はい、じゃあいただいてみます。うん、いやー美味しい。でちょっとですね、今日完璧にソロなんですけれども、今ちょっと下の方で音はしてるんですが、多分あれは公園なんで遊んでる人がいるんだと思うんですけど、で完璧なソロキャンプだったんですけれども、友達に連絡をしたらですね、近くに住んでる友達がじゃあ顔出せよって言ってくれたんで、まあ後でですね、友達が来てですね、後で一緒に酒盛りでもしようかなと思ってます。こういう時近場はいいですよね。今ですね、6時54分です。この6時から8時までの2時間ぐらいって結構ご飯食べちゃうと過ごし方に迷いますよね。暗くなんないし、一番過ごしやすい時間帯ではあるんですけどね。太陽も沈んで涼しくなって、でも明るくてっていう。ちなみにですね、今日のワインはこれなんですけれども、スーパーにですね、アルパカもプラも売ってなかったんで、セブンイレブンに行ってこれを買ってきたんですけれども、これがですね、500円しないぐらいのワインなんですけども、セブンイレブンに売ってるワインって結構僕飲んだんですよ。で、いろんな種類飲んだ中で、一番美味しいのって多分これでした。美味しいというかですね、癖がなくて飲みやすいんですよ、すごく。飲みやすいんだけど、ちゃんとミディアムな感じで、これはね、僕、セブンイレブンの中だったらもうこれしか飲んでないですね。キンタラスカブラス、これは本当飲みやすいですよ。飲みやすいし安いし美味しい。まあといってもね、ワインあんまりいいワインって飲んだことないんで味はあんまり分かんないんですけど、安いワインの中で美味しいワインを探してる感じですね。100万の声ございませんか。よろしいですか。2000万円のビットにハンマーを持ちます。ラストになります。ありませんか。1000万円としました。番号をお願いいたします。130番のお客様、どうもありがとうございました。この GoPro マジで呪われてるんですよ。っていうのも、これ最新のヒーロー6なんで4万2、3000円くらいするんですよ。でこの GoPro が欲しくて、ちなみに今日のですね、虫除け対策なんですけども、まず虫除けスプレーをやったのと、あとはですね、このタバコもね、虫除けになるんじゃないかなと勝手に思ってます。で、それとこれですね、蚊取り線香。蚊取り線香は100均のやつなんで、効果のほどはあんまり分かんないんですけども、ないよりかはいいかなと
いう感じです。ちなみにこの赤い靴はですね、うちの奥さんとお揃いで買ったんですけども、ヤフーショッピングで買ったんですけど、確かね1998円とかそんなもんだったんですよ。でそんなもんでめっちゃ軽くて履きやすいんですよね。これがね本当いい買い物したから、もう一足欲しいなと、一足と言わず二つぐらい欲しいかなと思ってますね。本当履きやすいんですよね。奥さんとかですね、彼女とか、こうペアルックとかあるじゃないですか。服を一緒にするとか、こういう靴とか一緒にするとかあるんですけど、でこういうのが恥ずかしいっていう方もいらっしゃるとは思うんですが、僕はねどっちかというともう率先してじゃあやっちゃおうよみたいな感じなので、できる時にやりたいじゃないですか。こういうのペアルックとかしようと思ってもできなくなる時って絶対来ると思うんで、できる時にできることをやるっていうのが、ポリシーというか、そっちの方が絶対面白いと思うんですけどね。個人的にはキャンプっていうもの自体がもちろん楽しむっていうのは大前提にあるんですけども、結構この自然の中にいると不便なこともいっぱいあるじゃないですか。蚊に刺されるとか、あと暑いとかっていうのがあったりするんですけど、不便なことだったり、不愉快だったり不衛生だったりとか、そういうものに慣れる場というか、結構修行的な側面があると思うんですよね。修行って言ったらちょっと大げさですけど、まあ、いざっていう時に不便な状態になっても、あんまり苦に思わないようにしたいっていうのがあって、まあ、それはもちろんうちの子供たちもそうなんですけど、やっぱりこのぬるいところにずっといるよりかは、こういうちょっとだけ厳しいところに連れて行って、いろんなことを我慢するっていうのを覚えてもらいたいなというのがあったりするんですよね。あとですね、大人の方で、お酒を飲む人ってのはよくわかると思うんですけど、こういうとこで飲む酒って本当に美味しいんですよね。しかもソロキャンプだとすごい自由じゃないですか。自分の好きなように時間が使えるんで、そういう時に飲むお酒ってねすごい美味しいんですよ。で、まあ、もちろんおつまみとかあれば、ね、それはそれでいいんですけど、まあ、ご飯を食べる楽しみはもちろんあって、でどちらかというとそれよりかはお酒を飲む楽しみっていう、そっちの方がね僕は強いんですよね。そういう楽しみ方ですよね。でも本当この自作のローテーブルも作ってよかったなと思いますね。色がねもうちょっと赤茶色っぽいというか、こういう革みたいな感じの色にしたかったのはあるんですけど、これはこれで結構雰囲気出てていいんじゃないかなと思いますね。一人だと思いよったっけ今日。よし、飲もう。じゃあいただきます。お疲れです。お疲れです。冬の時って全然誰もおらんかったよ。ほんま一人もおらんかったんだけど、今もう人が多い。おる。それ一人でおる。いや、みんななんか家族とか。ああそうなんだ。前なんか男二人で一つのテントで来た人がおった。いや、仲ええんじゃろうけど。どっちなんだろう、どっちなんだろうっていうね、ほんまに。でも2人で行こうやって、もし2人で行ったらまさにそうなるよね。まあね。でも俺自分の持っていく系2針立てた方がいいかもしれない。でも普通そうするじゃん。しかもあれよ、このテントよりちっちゃいんよ。あ、それきついね。ねえ、要はバイクのツーリングとかでバイク用のちっちゃいテントを持っていくっちゅうのはおるけどね。バイクのテント乗っけれる。だけど折りたたみのちっちゃいやつ。編集ってパソコンでやる。パソコンでね、デスクトップのやつあるじゃん。あれでやるよ。これなんかうまいらしいよ。チーズ。これでも、泊まるの安いね。これなんぼだったの ?500 円。安い。駐車場代とか取られんかったもん。これでシャワーとかあったら最高なんだけどね。シャワーね、確かあるよ。そう。温水シャワーがある、確か無料で。って書いてあった、なんかの説明書に。そう。視聴回数やね。なんかね、視聴回数と、その、平均、再生時間っていうのがあるらしくて、その平均の時間が長い方がええっていうのは聞くけど、興味津々だろ。いや、どれだとやってる、聞いたら母さんから。そうなの、見たの。なんで見たの、やめてくれん。何やったっけ、
ライトニングキャップ。そう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 。え、何それ。いや、なんか友達が出してるけど俺もやろうと思ってやったよ。一緒にグループやっとるしか出とるだけやろ。グループでやっとる。いや、これ今喋っとったら使うよ、それは。おっしゃ。一応俺テントもう一個あるけ、あの5人用のやつがもう一個あるんや。で、それ真ん中が空いとってこっち側に2つ部屋があるやつやけ、あの2人は入れる。見た見た、 YouTube で。なんかうちのあの長男が最近虫がすごい好きだから、うん、なんかその虫が好きな時ってあるじゃん。あるね。虫今触れる？まだ触れるか、うん、虫をどうしても捕まえたがるじゃん。ダンゴムシとかアリとかあのやっぱカブトムシとかもそうなんで、あとクモとか。え、クモ？そうそう、あのカブトムシとかクワガタとかおったら喜ぶんかなと思って飼いたいんだけど、どこに売れるかわからんのよね。あ、捕まえればよかったね。まだ、ね、まだ季節的に早いんかね、あれって。いや、今はでも出よる。昨日持ったしね。あ、幼虫で買った方がいいんかね。だから多分あこの街灯、うちの家の前の街灯の下とか近くだったら来るよ。うん、あの樹液かなんか。うん、でもメスだらけ。あ、メス多いね。メスばっかり。メスってあの角がないやつよね。そうそうそう、ただのカナブンや。最近なかなか読む漫画も少なくなってきたもんね。最近漫画全然読んでないもん、ね、もう週刊誌も買わんし。ああ、ヤンジャンはね、あのガンツ終わるまではずっと読めたんだけどね、ガンツ終わってから読まんくなった。あれもやってないんじゃん、あれもガンツって。ガンツもだいぶ前に終わったよ。あ、そうなの。うん、うん、あれ漫画面白いよ、すごい。漫画見たことないね、俺ね。映画しかないね、うん、映画で、なんかもう面白い系なんかと思って母さんとみよみよって見た瞬間にあのネギ星人が出てきてさもうなんか嫌な予感がしてきて、気持ち悪いこいつって思って。ワンはネギ星人で終わるんかいね。いや、ネギ星人とあと田中星人みたいな。ああ、え、ツーは。いや、なんかあんなんでできたの覚えてる。あのなんかお釈迦様みたいなんでできた。はあ、千手観音。はあ、スタンドでつけてる照明と、あとこの100均で買ったね、この吊り下げ式のライト。昼間は暑かったんですけど、だいぶね、やっぱり涼しくなってきたんで、今からビール買ってきました。いや、飲みましょうよ、飲みましょうよ、今日は。